スーパーバイク初代チャンピオンをかけた戦いは、ホンダ RC45 の青木拓磨が第9戦 TI で5勝目、ランキングトップに立つ。ランキング2位につけるのは今季2勝を挙げた好調のヤマハ YZF 吉川航。2人のポイント差はわずかに4、最終戦まで目が離せない。GP250 は宇川徹が前半7戦中6勝、しかし鈴鹿8体の負傷で2戦欠場。この間にラッキーストライク鈴木の沼田紀康が今季初優勝を挙げるなどでランキング2位に浮上。あれほどあったポイント差はついに20を切り、宇川の絶対優位とは言えない状況。 GP125 は今季2勝を挙げている宮坂健がランキングトップに立つ。確実にポイントを重ねランキング2位につけるのは A 級2年目の藤岡雄三。2人のポイント差は12、残り2戦での逆転は可能である。シーズン終盤、サンクラスのタイトル争いはさらにヒートアップする。シーズンも残すところあと2戦。今年最後のスモーラウンド2レースのグリッドをかけたスーパーバイク予選。前回 TI を鎖骨骨折で欠場した竹石伸也は再びタイトル争いに加わりたい。しかし怪我の痛みとの戦いとなった予選は7番手。続く予選8番手は川崎の塚本翔一。竹石と同様スーパーバイクでの1勝が欲しいところ。相馬貴博はアメリカから帰国後2戦目の全日本、フロント足回りのセッティングが決まらず予選12番手。今季ここ相撲では負け知らず、今回も表彰台の独占を狙うヤマハ勢。青木拓磨に4ポイント差でランキング2位につける吉川航はフロントロー4番手。吉川のタイトル争いをサポートすべく続く5番手は永井康友。藤原紀彦は予選6番手につける。吉川を100分の3秒上回る予選3番手はラッキーストライク鈴木の柳川明。前回 TI の雪辱に燃える。前回第9戦 TI で今季5勝目をマーク。ランキングトップに立ったホンダ RC45 の青木拓磨、柳川をコンマ2秒上回る予選2番手から6勝目を狙う。川崎の北川圭一は93年 TTF1 チャンピオンの意地を見せ、ランキングを3位まで挽回。今回の相撲はただ一人1分31秒台で今季2度目のポールポジション。これでフロントローは川崎、ホンダ、鈴木、ヤマハの4台となる。これはスーパーバイクでは初めてのこと。転倒とか多かったもんで、まあ、今回の、まあ、ポールポジションは結構ね気分いいですね。やっぱりねまだ望みがあるんでね、まあそういうチャンピオンとかは別に考えてはないですけどね、とりあえずやっぱり勝てるようなレースをねしたいですよね。本当に自分の力をね発揮、縮こまらない、チャンピオンが勝ってるからってね縮こまらないでね、自分の本来の走りができればいい、必ずね、いい成績がついてくるって信じてるんでね、ようやく、まあ、勝負できるかなっていう感じのタイムを出せたんで、明日も TI のような本当ことがないようにね、まあ、100% 以上の力出して頑張ろうと思いますけど、メーカーもかなり調子上げてきてるんで、ますます結構混戦に最後までもつれるようなレースになると思います。無理してもこけるだけかと思いますので、まあ、自分の今できる限りの中で、まあ、ベストを尽くしてチャンピオン取れればいいなという感じです。